はい、こんにちは、すくみずログです。レース後のドロドロのウェアを洗っていこうと思います。使うのは、こういう高圧洗浄機ですね。僕が使ってるのはこのケルヒャーの、K3 サイレントってやつで、結構音が小さいので、まあ家庭で庭とか、家の前で使うのでもあまり迷惑にならないんで気に入っています。まず最初に、高圧洗浄機で洗っていきます。で、まあ押さえてやって、こういう硬い床の上でこうやって流していくと落ちていきます。特にこういう冷パンのパッド部分とかはもう泥が染み込んでるんで、水の圧力で押し出すようにして洗っていきます。はい、じゃあ次は裏面も洗っていきます。こういう高圧洗浄で洗うと、生地を傷めそうな気はするんですけど、まあ多分傷むには傷んでしまうと思うけど、洗濯板でゴシゴシやるよりかは、多少生地に優しいかなと思います。はい、あらかた落とせたら、あとは手洗いで洗うんで、これぐらいにして他のウェアも洗っていきます。はい、じゃあ高圧洗浄機で泥を落としたウェアを下洗いしていきます。で、下洗いするのには、亀の子たわしの、泥油用洗剤を使っています。中身を適当にバババッと入れて、で、水を張ります。で、お湯の方が汚れ落ちやすいです。一度すすぎます。